ね、あとなんだっけ、そのミドルバロンじゃないけど、もし珍しい怪獣装備面白い方いらっしゃったら、マンダレキ渋谷店さんの方にぜひ、高価買い取りですよね。そうです、高価買い取りです、はい、当時玩具商法という業界誌がありまして、はい、そちらに丸さんのオリジナル怪獣200種類、はい、続々登場と書かれまして、200種類につきましては、嘘でしょ単に膨らましすぎでしょそれは。例えば、怪獣新聞に載ってるだけで、ね、30ちょいぐらいでしたね、はい、それにかた2つ成形色違いがあって70ちょっと80ぐらい、あで、まあ、3色ぐらい、成色違えば100ぐらいあったかもしれないですよね、その空張りを入れてスタンダードサイズで、そうですね、はい、うん、200続々登場、だから多分発見されてますよ今もだから今後も少しだから空張りは今後これでやるから200ぐらいいくんじゃねえのみたいな、そういうちょっとこう希望的観測で書いたんじゃないですかね。あともう一つなんですけど、そのやはり怪獣の、中で一番皆さん疑問に思っているところで、70センチサイズの超特大ドラキュラス、出たらすごいことになっちゃいますよね。写真も載ってましたけども、あれは60センチじゃないですか。70センチって書いてあって、あれ60センチデザイン違います。いや、それ70センチはそう。写真ないでしょ。写真だけ。写真が、まあ、こういう写真なんですけど、ちゃんと立体造形物な。写真ありました。あれも60センチのとは形は違いました。モノクロでちょっと。多分それ、これは僕の憶測ですけど、それ60センチの、あれが特大か、で超特大、超特大、あれ40センチぐらいでしょ、60センチの超特大っていうのが、これ僕実際見たことあるんですけど、あれのことじゃないんですかね。だと思いますね。多分ね、別の商品にするんなら10センチってちょっと微妙じゃないですか。はいはいはい、で、実際の商品は60センチぐらいじゃないですか、特大って。でなんか発売前に原型かなんかでね、これ多分上がったら70センチぐらいいくんじゃねえのみたいな感じで、70センチいっとけやみたいな、で実際、変換してあれしてね、縮んで当時では増し方いってるし、実際60センチ強だったというところじゃないのかなと僕は思うんですけど、にしても超特大が出ても大した金額ですよね今。いやもう超特大が出たら超高級車が1台買えるんじゃないか。ベンツ並み。そうですね、ずっと、まあ、マンダラケでも探してますけども、やはり全く出てこないっていうのがありますね。ただこちらのミドルサイズのバロンは全く予期してないものが突然出てきたっていうのもありますので、はいはい、やはり何かしらでこうまだ諦めてないと言いますか、あるって思い込んだらあるんじゃないかっていうのが、やっぱり僕はさっき言いましたけど、250円シリーズって一つあるんであれば絶対やろうとは思ったはずなんです、実際できたかどうかは別として、はい、だから例えばプロトタイプとしてはあったとか、ね、発売はしなかったけどあったとか、実際これって本当に発売したかどうかはちょっとクエスチョンなところもあるんだけども、だからこれ一つではなくて可能性は非常に高いと思います、はい、まあ、確かに太郎の怪獣とかもね、近年は復刻されましたけど、当時、ね、原型まで作り金型まで作ったけど、商品結局出さなかったっていう商品もありましたから、70年代当時の丸さんでもね同じことだったかもしれませんので、やっぱりね、これ最初ですね、丸さんのオリジナル怪獣っていうのは70年か71年が中心なんですか、でいわゆる帰ってきたウルトラマンですね、71年の、第二次怪獣ブームになって、で丸さんはウルトラエースの版権の関係で次はミニをやらせてもらうじゃないですか、ウルトラマンエースの、ただその後実際も怪獣ってしぼむじゃないですか、まあブームとしては去っていく、やっぱりロボットアニメとかあっちの方に行って、はいはい、マジンガーとかね、ああいうのが人気になって、あとあるいは変身ものですよね、仮面ライダーとか機械だとか、そういう等身大ヒーローの人気がこう出てきて、だんだん怪獣がちょっとしぼみ始めたんで、その第二次怪獣ブームに合わせてこのマルモンっていうのがこう
だんだん広がっていったんだけども、第二次怪獣ブームはしぼむと同時に、だから何ですか、いろいろ順番化してスタンダード出して、ジャイアントサイズ出して、リビニング出してってこう言ってる途中にだんだんあのしぼんできて、だ次はミドルサイズとか言ってる途中でもだんだんこう、ね、まあ売れ気持ちってくると、まあね、実際にじゃあ LINE 載せるのやめようかみたいなですね、そうですね。そういったものでもね、一応あの金型ができればあの試し抜きをやりますから、はいはいはいね、試し抜きっつったってあのとね、蔵前あたりの富屋さんに持ってこうと思ったら、はいはい、30から50万円ですからね、そのうちのいくつかが日本用に再式され、ね、はい、出てくる可能性もゼロではない。で、実際商品的には、1900で言ったら75、6年ぐらいまでまだ物はあったみたいなんですよね。なんだっけ、プラモデルのね、鉄火マンはい、の中のなんかハガキかなんかの中に、なんか商品、なんか商品かなんかでね、はい、一等賞があの特大キングゴジラ、ドラギラス、ドラギラス、ドラギラスがなんか、はい、抽選に当たりますみたいなことをね、鉄火マン の, あの商品の中の検証でやってるってことは、これもまた考え方2つあるんですけど、まだ在庫かかるあるいは型があるから、はい、抜けばいいやっていう発想でやったのかね、その辺がわからないんですが、はい、だからまあ当時の丸さん的にはまだ75年ぐらいまではまだなんかそういう発売できる機能があったってことですよね。なるほど。完全に73年もね、絞ってたと思うんですけど、はい、でもドラギラスってデザイン的にもかなりいい線いってると思いますよ。あの、うん、ね、あのサンキューボイキャさんからもあの、ね、はい、それ真似だとしてましたもんね、怪獣星。あれどっちが先なんですか？怪獣星ありましたね。どっちが先なんですかね。あれドラギラス先だと思ってた。ドラギラスだと思いますね。そういう先だと思ってた。僕あのもう一つこっちの方持ってました。あのサンキューの帽子の耳のついた、何種類かです、ここ角の入った、はいはい、名前知らないですけど、うん、あ、そっか。でも時期的に近いですよね。そうですね。近いです。だから70年、77年ぐらいは同時期ぐらいじゃないんですか。ね、はい、近いですね。うん、あれ、意外と原型師同じだったりとか。とか、あとは、ね、そこのメーカーさんが、うん、作ってくれというお願いを、その丸さんにしてたかもしれないですけどね。うん、川田さん、ニット川田から出てるあのガメラミドルシリーズ、そうですよね。あれ、確かニット、川田さんの方から怪獣ガン、怪獣のなんかガンを出したいからっていうことで、はい、ニットさんに整形だけお願いして、うん、でそれでニット川田の名前で、販売してるんですよ。あれ時期的にキングザウルス売れたからって感じですかね。そう、キングザウルスガメラでやろうよみたいな、はい、川田が、そうそうそう、でニットに頼んで、ニットに発注して、うんうんうん、でニットは成形と造形と成形と引き受けて、半券投資もそうですけど、ただあれ当時ニットさんはスラッシュは自社じゃないんじゃないの。あ、違うと思います、うん、はい、はい、でね、僕聞いた話だとね、スタンダードのねガメラシリーズはね佐藤ベニールさん、あ、そうなんですか、北道の方だったかどうか、まあ大体そうですよね。企画される会社は違っても、もうね、作る会社は大体決定されてるから、割とね、そういう、なんていうか、同じような商品出してて揉めないときは、大抵、裏でそういうふうに決定されてるのも、まあ、なんかそういう関係があるんでしょうね。カラクリ的にはそうじゃないかって、これ勝手な想像なんですけどね。だから、ドラギラス製品って結構いろんな会社から出てるから。出てますね。ね、さっき怪獣防止の話してましたけど、はいはいはい、怪獣防止ってあの柔らかいソフトビニールでできて、はいはい、子供たちがかぶって、はい、自分がまあ怪獣になって遊んでるっていうやつなんですけど、はいはいはい、怪獣防止柔らかいんですけど、はい、米沢さんから出てた怪獣ヘルメットっていうのは、あれ硬い、すごい硬いソフトビニールで、あれでまあ戦ったらもう子供たち必ず傷つくみたいなありましたけど、これはすごいですね。じゃあぼちぼちお時間が、ね、そうですね、もう迫ってきたんですが、はいはい、最後にあの2人一言ずつですね、はい、今後のマルモンに対する、はい、何かこう希望とか。これはですね、はい、僕前回も渡辺哲さん、はい、当時の怪獣新聞記者の渡辺哲さんにお願いをして、はい、これは声を大にして言いたいんですけどもですね、はい、
ぜひまだお元気で活躍されているうちに、はい、次の新怪獣をいくつか考えてくださいっていう。これはすごいですね。もうね、当時のあのね、いろんな怪獣の設定を考えたその頭脳で、どんどん、もしあれだったらデザインアマプロから送りますから、どんどんあの名前と出身地と身長体重考えてくださいっていう。あのね、ナベさんはデザインじゃないですか、ね。そうそうそう。あったものを設定を考える。そうそう。いきなりポンとこれが送られてきて、名前決めてくれ。っていうふうに決めたそうなので、もうだったらデザインにいろいろ送りますから、別で書いてね、お元気でね、まだ活躍されている間に、はい、ぜひ1匹でも多く、もっと200種類目指して、はい、作っていただきたいと思います。分かりました。ありがとうございます。トマスさん、最後にですね、はい、マルモンの、はい、これからですね、一緒にコラボレーションということで、マンダラケさんでもマルモンの限定品も発売しますし、はい、今後、ね、今までのものの発掘もあると思うんですが、そういうことをひっくるめて、はい、これからのちょっと展望といいますか、はい、何かあれば一言お願いします。はい、もう今まさにお話しいただきましたけれども、まあ、会社マンダラケの方で新たに、マルさんのオリジナル怪獣、こちらをどんどん出して世の中にこうご提供できればと思います。まあ僕珍食が好きなのでかなりこう気をてらったカラーになるかと思うんですけれども、そちらどんどん大きいサイズも出したいですね、はい、努めていきたいと思います。あとはもうこういう一度、まあ、こういうバロンが出てしまった以上やはりインディアナ・ジョーンズのように探求していって、どんどん新たな発掘をして、はい、またこの場で発表できたりとか、神永さんを驚かしたいと思っておりますので、はい、よろしくお願いします、はい。お二人、今日もありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、お越しくださった皆さん、どうもありがとうございました。